立憲民主党枝野幸男にブーメラン。本日立憲民主党の枝野幸男さんがツイッターにてこのような発言をしてしまいました。こちら、政府による発信が非常に国民の不安を広げていると主張されておられますけども、そもそもですね、政府が正確に情報を発信しても、マスコミが変更報道を行うため、 国民の不安が広がっているという事実がございますので、こちら、批判するのであれば、日本政府ではなく、マスコミに対し批判をするべきではないんでしょうか。さらに言えば、立憲民主党は国会で何度もですね、全員に検査を受けさせろと煽り、 国民に不安を広げておりますので、枝野さんが非常に国民の不安が広がっていると受け止められているのであれば、こちらわざと国民の不安を意図的にですね、広げている、煽っているということにもなってしまいます。また、新型インフルエンザ等特措法について、枝野さんは そのまま使えばいいと、党首会談で主張されたようでございますが、こちら、共産党と同じ主張になってしまっております。この特措法は、病原体が判明していない感染症を対象としておりますので、すでに病原体が判明している COVID-19 には適用できません。そもそも、この特措法、 民主党政権時代に作られた法律でございますが、もう立憲民主党は枝野幸男さんは忘れてしまったんでしょうか。立憲民主党には、枝野幸男さんには、この COVID-19 を政局に悪用しないようにしていただき、しっかりと国民の命を守るために、 高齢者が多い立憲民主党の支持者の皆様も守るために政府に協力していただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。